徳島大学によりますと、去年8月、当時中学3年の女子中学生がファイザー製のワクチンの3回目を接種。翌日、37度区分の発熱がありましたが、夕方には下がったため、そのまま就寝しました。しかし、翌朝、心肺停止の状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。徳島県警は死因を調べるため、徳島大学に司法解剖を依頼、女子中学生に 基礎疾患やウイルス感染などがなかったにもかかわらず肺や肝臓など主要な臓器に炎症が起きていたことなどから解剖した医師らは死因をワクチン接種によるものと結論付けたということです。